はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、バンプ高校セカンドブラッドということで、まあ、バンプ強化というか、期間限定ルートやっていきたいと思います。まずは野手からやっていきます。でデッキの方なんですけど、こんな感じで、まあまだねセカンドブラッドの方はあんまりこう把握してないので、試行錯誤のところではあるんですけれども、なんかね二股がいいらしいです。というわけで、ミサちゃんと、ミクリア真帆ちゃんを連れてきてます。で真帆ちゃん連れてきてるんでね、井戸端が起こったとしても、評価を戻すのは真帆ちゃんだけで OK というとこですね。で、メガネ登場を連れてきて、デートでハイボールヒッターが、取れると思うので、ミサちゃんとのデートで、まあ、そこで骸骨を掴んでいって、であとは魅了でちょっと経験点が欲しかったりするので、少し女の子キャラを中心に、編成してます。ホムラちゃんは、まあ、敏捷ポイント要因と、エピローグ要因ですかね。でナイトメールさんのキャストオフバージョンも連れてきて、まあ、経験点的にタックの強い振袖みやびちゃんを連れてきてますというところになります。まあ、一応これでちょっとやってみましょう。で、あ、そうか、新しいキャラとしてキャストオフナイトメールさん、ちょっとテーブルから見ていきますか。まあ筋力ボーナス4がついて、固有35で敏捷ボーナスと骨経験点アップ、タックが 70% で45までいくと試合経験点ボーナスがつきますということですね。で骨がちょっと変わってて、チャンスがまずなくなってますね。チャンスがなくなってパワーヒッターで、初撃と窮地が追加されて、ムードはそのままあって、で体当たりはなくなってんのかな、まあ、一応そんな感じになってます。なので、自身の骸骨ですね、洗礼の一撃の骸骨初撃が取れるようになってますと。ただ洗礼の一撃自体は、筋得不確定なので、まあ、そこをね、ちょっと取れたらなと思います。なんかパワー依存らしいです。でまあ、ホムラちゃんはあとナイトメールさんとねコンボがあるんで、まあ、それもいいかなと思って、ね、ハイズカとねどうしようかなとちょっと悩んだんですよね。まあ、どっち連れてこようか悩んだんですけれども、今回はホムラちゃんを連れてきてます。なんか練習がばらけてんね。登場でいっか。まあ、彼女キャラは2人いるので、クリスマスには間に合うかな。前1人あと1人なんで。んー、ナイトメルさん、これって取れる？ムード取れる？いや敏捷がないから無理だ、取れないわ。でいっちゃん最初の方はいつもと一緒の吸血システムですね。途中から変わるんで、で最初の方にちょっと極限吸血やっておきたいのが、吸収とかでねなんかやっておきたい感じもするけど、で強奪はね後の方に残しておいた方がいいんですよね。強奪は練習レベルに依存してくるんで、最初の方ってもうみんな練習レベル1なんで、まあ、なるべく後の方でやりたいですと。まあ、どの、なんていうの、吸血でも経験点が入るようになってるんで、これどうしよう。速攻はちょっといらない、いらないから丸にしておこう。丸、この後か。わからん。丸、丸。何もないの？ラッキーセブンか。まあ、他では手に入らないコツだからね、この編成だと。で、彼女キャラはやっぱり優先して追っておきますか。そういやミサちゃんは最初から出てるから、あれか、自己紹介的なものはないのか。さすがに登場早いよね、やっぱりタッグ組むのが。一回メンタルで回復しておきますか。多分二股になってることによってゲージの調節がしやすいってことだと思うんだよね。デートをすればいいんで。これどうしよう。最初の方なんでいつもの登場にして、いいやつが来ない。魅了か、最初の魅了か。もう一回いけるよね。ただこれも魅了になりそうだな。ミサちゃんのところに行くか、なんか別の吸収。
この体力量だったら吸収でいいでしょう。でこれ続けようかな、どうしようかな、多分大丈夫だよね、続けよう、経験点も手に入るし。あ、これ回復しちゃうね。人気者を捨てるかどうかだな。ちょっと吸収するんで上にします。あとをつけてみる。やる気が下がったけど、まあしょうがない。おお、ギリギリ体力115、まあ、ここでいきますか。で、猫の恩返し、これはキャストオフ、ナイトメールさんのなんだっけ、追加されたイベントですね。飛び込む、まあ、こっちが安定かな。体力は減るけどチャンスがね手に入るんで。でミサちゃん評価上げとこう。どっから分岐するんだ、そろそろだと思うけど。10月の2週はまだだね。ミサちゃんは乗った。ホムラちゃん、ホムラちゃん初期評価低いからね、ちょっと評価は気にしてあげないと。でバイトが始まったんで、体当たり的なのは潰しておきましょう。なんだっけ名前忘れた、ホーム突入。ナイトメールさんはまだ、監督もちょっと気にしないといけないんだよね、ここは。ただ監督一人のために練習をさばくのはちょっともったいない。これは回復しよう。モテモテになれればね、結構でかいからな。あ、そっか、ハロウィンで結局回復できたのか。まあでもモテモテ目的でよかったでしょう。ということで、監督もいるし、ここ魅了、案外引っ張るんだっけ。もう11月になるけど、あ、ここか。まあ、ちょっと説明は聞かないでいきます。でいきなり吸血だな。女の子いない、経験点ゼロ、144。あー、いやでもこれやらざるを得ないよね、デートはできないもんね。練習したら死ぬから、このゲージ量だったら。まあ、やるか。女の子1人につき144ポイント入るんで、重なっててくれればまあ良かったんですけど、ちょっと重ならなかったんで。でもらえる経験点は多分ランダムかな、ランダムで2種類になってます毎回。で金徳ですね、リミッター外せ。ちょっと内容が変わってるんですけれども、これは見てみたいで進めていきましょう。もう一回進んだらちょっと、でブラッドの属性がもう完全に固定されるんですよね。で練習しない限りはずっと同じになってます。でここでメンタルとかやると多分来週別の属性になってると思うんですけど、まあまだそこまで気にしないで。一応真帆ちゃんも今日かけとくか。なんだかんだで11月になっちゃったからね。でブラッド7回やった時にこれは魅了、ブラッドっていうか極限吸血か、あれを7回やった時に全種類のオーブがあると経験点がもらえる。まあそんな感じ。あ、来た来た来た、告白で事情説明して、で本当と。で真帆ちゃんのデートは途中のデートの選択肢によって、なんていうの、バッドエンドへ行っちゃう可能性があるので、それはちょっと避けたいと。バッドエンドじゃなければ骸骨がね3で取れるんで、そこがでかいですね。なのでゲージの属性は、まあ、極限吸血のところあたりで調整していけばいいと思うんで、それまで練習優先でいいと思います。でここで覗くと、もう2回目が始まっちゃったね。そんなに筋力ポイント溜まってないと思うんだよな。どうだろう、ちょっと筋力優先でいこう。できれば C くらいまでなんとなく上げときたいけど、そこまではいけないか。強化か、強化やってあるっちゃやってあるけど、まだ練習はいけるね。
まあ、モテモテになってるから。でもまほちゃんはそうか、あれか、最悪15下がるからな。ん、これは賛同しよう。ちょっとわかんないけど、うん、評価上がった。もう評価上げが全て。幸運のマネージャー、これは通常イベントですね。で選択肢が、3つ出て、ちょっと待ってね。ものすごくだと評価上がって精神上がって、まあ、やる気があれば経験点がさらにもらえると。で超能力者だと選択肢がさらに分岐して、敏捷積極盗塁か技術選球眼か筋力強身多様で、魔法使いは成功失敗があって、成功すればラッキーボーイが手に入ると、失敗すると扇風機になるの。ランダムだけど嫌だなそれは。超能力者にしてちょっと筋力稼いどこう。念力180あれば C まで持っていけるけど、まだないな。まあいいや。でここら辺でちょっとゲージを、どうしようかな。強化でいっか。じゃあコツにするかタックにするか。コツにしよう。守備練習のレベルが2になってるからな、まあ、ただバンプはねそこまで1種類の練習を続けてやるところではないので、まあ、どれだけみやびちゃんのタッグが来てくれるかだね。なるべくばらけて経験点が欲しいんだよな。あーここか。量的にコクワクが来た。これはミサちゃんの方が評価高くなるかな。ミクリやマホちゃんがいるけど、あんまりだな、あんまりだな。デート詰まらせてもあれなんで、ちょっとデートはガンガン進めていこう。金徳はね確定してるんで、ミサちゃんは。で東条の金徳も進めていきます。あ、そっか、なんか体力とやる気がマックスだとミクリアさんとデートするとなんか追加で経験点もらえたりするんだよね。コツ、あ、東条のコツは欲しいんだよな。なんか東条ってコツくれたっけ。アベレージヒッターは掴んでおくか。でパワーをちょっと C にしておこう。これで失敗したらしょうがないよ。魅了、あと極限吸血の回数によってシナリオ金とか変わるんでね。かぶるのあったっけ、この編成だと。かぶってなければぶっちゃけ何でもいいんだけど。よし大吉ありがとうございます。ついてるの。ローボールヒッターそっか、ついてるだとローボールヒッターくれんだ。これは大して気にしてなかったな。タックとかがないな。でも守備で一回やっとくか。監督評価も上げつつ3にはしたいな。強奪やるときに。あ、バイトが終わった。そう、タックがねこればらけてるからね、どうしても練習での経験点が低いんだよね。まあ果たしてそういうので良かったのかどうかっていうとこもいまいちよく分かんないんだけど。敏捷ちょっとさばけそうだな。いい、大丈夫か。ちょっと肩もいいまで上げて、守備もいいまで上げて、精神も大丈夫か。で筋力は上がってるから経験点は、まあ、バランス的には悪くないかな。ちょっとミサちゃんとデートしよう。
ぱり2人いるとね、吸血の関係でね、最後の方でやべえ吸血しなきゃ死ぬっていう時にデートが終わってないときついんで、でこれはもう一回練習いけるんだよな。強化にするか、もう一回悩むな。刺激は微妙だよな。刺激今のうちに使っとく。評価自体はみんな乗ってるからな。タックに来るかどうかなんだよね結局。じゃあちょっと刺激にしよう。刺激ってタック来てねえし、何に依存してるんだよくわかんない。経験点全部80だね。イベキャラの人数に応じてか、重なってないってことだ。東条ここに置いとこう。じゃあみやびちゃんが来た時に東条の練習効果アップ20が発揮されるからね全然タック来ねえな。まあいいや。あ、ブラッドにするかコツにするかって言われたらちょっとコツが欲しい。意外性取る、フォーム突入、ムードコツにします。よし、パワーヒッターゲットで、登場の2回目が終了で、バレンタインで回復して、ミサちゃんはね勝手に評価上がっていくからね。で、ホムラちゃんから固め打ちをもらって、あ、敏捷と精神くれんのか、悪くないね。2種類練習の人もいないからね、タックが頻繁に発生する感じではないな。結構2種類練習入れてたからね、最近のその編成って割と毎週毎週何かしらのタックは発生してたイメージだけど、今回別にそんなことはないね。ちょっと真帆ちゃん1回あげときます。あ、ラブパワー、回復しておくか。で、まだ大丈夫だよね。コツをもらっておこう。内野安打、内野安打は3で大丈夫でしょ。どうしよう、ラブパワー中だからいいや。経験点取ろう。ゲレレないとかで、これやると強化になるのか。次は吸血しないといけないからね。ただ東条のコツはもらえるのはでかい。パワーヒッター3でいいかな。広角打法とかも欲しいからね。強化でいいでしょう。コツをくれ、練習か。まあいいや。あ、これがおー、どうなのよくわかんない。あ、なんか大丈夫っぽいな。よし、洗礼の一撃ゲット。で、ここは吸血しないと死んじゃうんで、死んじゃうけど精神168、技術81、経験点的にはここがでかいな。でかいけど技術精神か、どうなの、まあ、なんだかんだで技術精神必要になるからね。メンタル吸収しとくか。おう、やる気がない。手伝おう。なんとなく評価上げのためにで、あと強奪にしとかなきゃいけないんだよね。それはまだいいや。ちょっとデートするか。マホちゃんとかまだ1回もやってないからね。で、ここは観覧車にしてハイボールヒッターを取りに行きます。やる気がどんどん上がってくれれば嬉しいけど、やる気上がらんのか今ので。コツ、コツは見ておこう。登場、みやびちゃん登場だな。コツをくれ。よし、降格。あ、そっかそっかそっか、これって精神使うからね。
精神は回収しておいてよかったな。情熱エール、ちょっとやる気が上がらんぞ。どうなってんだ。広角打法はな、5にしておいていいからな。このまま行こう。どっかの練習レベルがちょっと3になってほしい。あー来たー。ちょっと待ってね、ここでポワワーンってなって、あれ私たち何の話してたんだっけ。アイドルがどうちゃらこうちゃら、あいつのことはどうでもいいけど私のことを噂されるのは気に食わない。というわけで評価下がるのはマホちゃんだけですと、まあ、そんなイベントになってます。でデート進めて最後に敏捷っていうか走塁練習して、いやあげときたい、なんかあげときたい。もう2回チャンスがあるのか、考えよう考えよう。とりあえずここはデートしよう。みやびちゃんがね守備練に来てくれればな、割と守備練をやるんだけど。水は勝手に進んでいくんだよね。お、いいね、やる気が上がった。ね、もう一回練習ができる。あー守備か、魅了か。いや、やっちゃおう。魅了で吸血をして最後に強奪、やる気は下がる。おう死ぬ。ちょっと待ってね、少し揃えよう。肩と守備は正直いらないからな。じゃあ補給は C まで上げとこう。ちょっとやっぱミートだね。 B まで上げて、パワーも B まで上げて、敏捷じゃなくて総力も C まで上げて、これで吸血しよう。いるか168。あー真帆ちゃんだからちょっと多い。揃わねえじゃねえかばらけてんな。もう誰でもいいよ。スカウトさんとか別に間に合わないからね。あでも関係ねえか、みやびちゃんにしとこう。ただ守備の練習レベルが3にはなってたね。これで最後は吸血をやるんだけど、練習の属性が変わるかな途中で。まあいいや。デート的にはまだ大丈夫だよね。ちょっとここはミサちゃんを終わらせておこう。でマホちゃんはもうすでに下がってるから、あとはもうひたすら上げるだけだな。寝ちゃうといけないんだっけ。背負っていくと成功で3でつかめる。やる気もかなり上がったな。よし、監督評価とか夏かあそこで上がるんだ。監督評価も大丈夫。内藤メールさん他、あー衝撃かー、欲しいね。コツを回収したい。練習かよ、これ何でもいいや何でもいいやっていうか選択肢なしか。6月の1周って属性変わるんだっけ。あーでも練習しちゃえば変わんないのか。いいや、ちょっと1回これやって、さすがに4レベルにはならないな。で極限になってるからここで吸血して108、216の324、練習レベルに応じて経験点アップと。コツがいないね、やべとかあーどうする。じゃあナイトメールさんから取る。デートをしたら死んじゃうかなこれ。え、コツって上の人から取るよね。経験点を捨てるかコツに行くか。いやコツに行こう。9近い伝説のさよなら男、まこちゃん入れてるとあそこで経験点が手に入るのか。分かったよと。評価は下げたくないからね、もう。でも6月の2週だからね、はっきり言って
真帆ちゃんのデート進めていかないとまずいんで。真帆ちゃんね、空デートあんのかな、わからん。で、もう選択肢だね、なんかデートじゃないみたいな感じの選択肢をしていくとバッドエンドフラグになっちゃうんですよ。だマネージャーも大変だねと。そうするとどうしようかな、強奪にしてもう一回極限吸血いけるよね、甲子園中に。多分内藤メールさんから確実に初撃を取っておくか、一旦練習して強奪属性にしておこう。今回経験点目的というよりはきちんとコツを回収するということで、あとはもうデートだね。でここも選択肢が出るので、なるほどと。何がなるほどなんだかよくわかんないです。デートの内容見てないから、例によって。あ、これ変わっちゃうんだっけ。ちょっと強奪のまま行きたいんだけどな。まあいいや、夜型興奮する。苦手、未了になったすぐやる気が下がったし。あー、ないないない。真帆ちゃん評価大丈夫これ。ゴーカート、筋力だねゴーカートは。セントジャスミン結構強いんだよね。点取られるときめっちゃ取られるからな。あとはちょっと特能を少し回収していきますか。固めも取っちゃおう。へっすら、へっすらとかいらなかったな、取っとけよかった。高級スターももう取れるでしょ。でいぶし銀、競争心、ラッキーセブン、キウチ、情熱エール、洗礼の一撃は2で掴んだけど、そうか、洗礼の一撃そのものはそんなに重くないのか。初撃をやっぱり軽減したいね。であとは甲子園を優勝すると金徳が手に入る可能性があるのかな。でそこでキャストオフナイトメールさんと、真帆ちゃんを入れてれば確率が上がりますと。ちなみに俺の名前なんて言うの読めねえんだけど。実況さんも喋ってくんないかな、名前がわからん。もう抑えてるね。ピッチャーシモンか。岸君に変わったし、よし。ではひたすらデートですね。ひたすらデート、あと2回。強奪が欲しかったけどな。一回練習できるね。あ、死んじゃう か。ここでデートがギリギリだと吸血ができないんだよね。どうだった、ちょっと待って、女の子具合、あ、二人いるな。ちょ、二人で妥協するか。ここ288、まあ悪くないでしょう。288入ればで最後7月の4週にデートして終わり。よし、アンジョン高校とかも全然やってないなセイラちゃんとか多分いっぱい回収できるんだろうな。この2つ A にしとくか。
ダンジョンはねやっぱりちょっとめんどくさいからね。とにかくあと日を置くともう編成とか装備とか忘れちゃうんだよね。思い出すのにちょっと時間がかかる。あとルーレットの感覚とか、そして3点取られてるし。スノーはねただやっぱり打ちやすいからね。球速速いとはいえストレートが主体なんで。バンク勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でイオリ怖いバッターが続きます。投げました打ちました、痛烈いった。あこれでノックアウトかな。バンクレイドで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面、これはいい当たりだ、いった。甲子園は優勝したいよね。金徳もらったことないんだよな、いまだに。最後が円卓だからね。円卓は本当アーサー君嫌い。ちょっとまこちゃん大丈夫、評価足りゲー来た。これがあるからな。空デートありか、空デートありか。海に行こう。悲しいな。あとも特にやることもなく未了か。未了のまんま行って最後に未了やって経験点もらえるかな。極限じゃないけど、まあ、練習するのがいいのか吸血するのがいいのか、まあ、どっちかっていう感じだよね。アイテムなんだっけ。あ、そっか、お守りか。二股してるからお守り持ってきたんだ。あ、二股してお守り持ってきて、真帆ちゃんがこの上がり方だとやっぱりお守りは必要だな。バッターはイオリ。第9。あ、イオリって読むんだ。投げた。そういえば。初球出てた。ヒット。ボールが転がる。イオリツーベースヒット。やっぱり二股するとちょっとデートがきつくなるね。空デートが発生するとミサちゃんは空デートないからいいんだけど、マホちゃんは空デートあるからギリギリに残すとこういうことが起こるね。これは今回教訓になったな。前から教訓ではあったんだけど、最後に残すとろくなことにならないっていう。結構ギリギリの戦いをしている。この回のトップバッターはイオリ、今日2打点を挙げています。第2球で本当はだからマホちゃんトリックスターもらえて、で最後にかく乱のコツをくれて B 賞ポイントさばいてみたいな感じだったけど、刺激をする必要はないからね。73どうなの、未了にしておきたいんだけど。ちょっと次の魅了にかけるか。で最後吸血をちょっとやってみましょう。バンプのそもそもデッキの編成の仕方がねちょっといまいち分かんないんだよね。固めた方がいいのかどうか。固めると多分経験点がね絶対なんか足りなくなるんだよね、偏って。ツーアウトランナー一塁という場面でイオリ投げた、危ない球。第2球投げた、来た、いった、入った。バンプリードで迎える3回です。まあ二股でやってみたけど、そもそも本当に二股がいいのか、そこもちょっとよく分かんないからな。バンプリードで迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面でイオリ、あと魅了用にどれだけ女の子を入れるか。結局女の子入れても固まらないとね意味がないからね。できれば3人とかいてほしかったんだけどな。さて最後は吸血しましょう。どんだけ固まってくれてるかだけど、例によって60120、まあ、120入ればいいでしょう。何の経験点が入るか分かんないけど、貧瘍精神あげられるものはあげるか。
まあ、敏捷が余って洗礼の一撃取るか。もう初撃は取れなかったんで、あと上り竜か。敏捷が余ってんだそうすると今回さよなら。チャンス1は欲しいな。ちょっと総力 S にするか。でここでだから本当はトリックスターで結構敏捷を使って、まあそれなりにっていうイメージだったんだけど、ちょっと余りすぎたね。それでも余ったよね多分。2回の裏バンプ攻撃に入ります。この回の先頭バッターはイオリ。ストレートを投げてくれれば助かる。ゴア4点バンプ追う展開で迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面イオリ初球。打線がな強いからな。ここも待ってエクスカリバーマジやだ。エクスカリバーおー点を取ってくれた。リードで迎える6回です。バッターイオリ見送ってボール。投球これから2球目ボール。今のストレート結構狙い目だったんだけど、そういう時に限って失投したりするから。いやー1点差か。結局俺がなんとかできない。耐えろ。耐えた。もらえるかな。何もらえるんだっけ。打開の金徳だ。なんだっけ名前が出てこない。忘れちゃった。あ1番やり。そう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 。これでまた敏捷使うか。なんだかんだで。悲しい。乾燥してねえからもらえねえのか。そうだ乾燥してねえんだそも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 乾燥してなかったわ。いやミサちゃんいいね。いや経験点がいいよやっぱ。対左もくれるし貴重だよな。まあ、8900、まあ、デートが完走してれば9000はいったね。で本当だったらここにカクランタストリックスターがあったんだけどそれがないと。で1番やり取っちゃいましょう。敏捷ポイントに規約ヘッドも軽いでしょ。コツをつかんでるやつはあと対左か。せっかくだからこれもやっちゃおう。いや敏捷余ったわ。一層取るか。カクラも取っちゃうか。あとはミートとパワー S にするとなくなるな。いや盗塁走塁で敏捷と精神が結構余ってる。まああげられるだけあげて、ちょっと待ってね、1個下げよう。呼吸を上げよう。これでいいやいい感じには使い切ったね。というようなところでした。今回まあ確かに経験点はね9000、まあ、ほぼ9000乗ったんで、その練習のタックとしてはあんまり経験点稼げてなかったけれども、まあ、吸血関係でやっぱり経験点稼いでった方がいいのかね。ちょっとそこら辺が分かんないです。で真帆ちゃんはやっぱりカラデートがあるみたいなんで最後の一周に残して痛い目を見たんで、まあ、そこら辺ちょっと、管理を気をつけていけば、結局管理がね必要なんでね、バンプは、まあ、そこをうまく立ち回れば経験点は出せると思います。まあ、そんなわけで、野手はこんな感じでしたということで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。